Na 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 すごく今の映画だな。まさしく今の映画っていうか、 SF ですしファンタジーですし、ある一人の女性の内面的な体験みたいなことを書いた話ですけど、実はすごく広がりのある話で、いや良かったですよ。多分今年一番、いや本物の SF 映画、久しぶりの本物だ。完成度すごく高いと思うよ、うんね、デザインからキャスティングに至るまで。こういうタイプの映画を作ろうと思った人もすごいし、作っていいよって言った人もすごいな。でしかもそれをなんだろうな、受け入れるお客さん含めてやっぱりすごいなって思いましたね。Dr. Banks, I'm Colonel G.T. Weber. You are on the top of everyone's list when it comes to translations. I have something I need you to translate for me. Is that...原作の持ってる要素っていうのをちゃんと映画の言語の中に新しくうまく翻訳してるっていうのが、やっぱり日常生活と切れたところって現実原作と関係ないところでね、そういうふうな利便性とか利害とか超えた地平でさ、何かと接触する、何かと出会う、でその前後で人生が一部変わるっていう、そういうダイナミズムがあるわけじゃない。正体は分からない、神か悪魔か分からないけど、そこへ行くのでこう天井に向かって登っていくわけですから、登っていくけど途中で重力が反転して穴の中に降りていくっていう。Yeah, that is happened. Hey, Ryan.一番いいのはやっぱその人間のこう記憶というかさ、生きるありようみたいなところにまでそのテーマを押し広げてるってさ、まあ、最後のそのどんでん返しか、どんでん返しって言ってんのか分かんない、あれはと久しぶりにちょっと意表を突かれたわけじゃん。そうですね、ビジュアライズも素晴らしかった。 Now that's a proper introduction. これをやられた時にわーっと思いますよね。まだが良かった。やっぱあの丸いやつがね、これがやっぱすごいですね。誰もが思いつく形なんだけど、初めて映像化するっていうのはこういうことなのかっていう。 It's their languageI know what it is. What does it say? Offer weapon. モチーフはやっぱり言葉っていうことなんで、エンターテインメント映画にするには向いてない系というか、最後まで見ないと全然わかんない。じゃあ今までの SF 映画と同じか、全然違うんで、やられたって思いました。We need to talk to the other sites. China just threatened to destroy their shell. まあ理性的な映画ではあるじゃないですか。でもすごくエモーショナルな、こう結構ハートに来る感じ。We could be facing global war. I know why they're here. What the hell is she doing? Do trust me. SF っていうジャンルの持ってる威力を久しぶりに感じただけじゃなくて、映画としての威力も見せつけられた。頭をカーンとやられた。多分こっから先に新しい映画としてのジャンルの一つになるんじゃないか。間違いなく10年経っても見られる映画だし、残すべき映画。